さて今回はストーリーライブから、そしてツアーファイナルのストーリーを解放しましょう。ピタゴラスファイター、ジャケットを見る限りリーダー大和さん、センター美月くん、そして凪くんがメインの曲かな。ファーストアルバムに収録される曲なんだろうか。ポップな感じだね。デビューシングルが次々と幻になっていったアイドリッシュセブンだったからね。 Today is はメッツォのミスユニ、それは派生ユニットだったからまだ良かったものの、今度こそ7人でデビューだという時に夏しようぜはトリガーサイドの物語内の作曲家ヒューガー昭人に盗まれてしまったというね。あれ、なんかこれ難易度ノーマルくらいかもしんないな。かなりテンポ早めな感じはする。普段このストーリーライブの解放、難易度イージーっていうイメージはあったけど、俺が一番難しい難易度と言ってるノーマルになってますね。普通が一番難しいということで。で、まあ誰しもね、人生で事務所嵐に会ったことはあると思うけど、まあ視聴者さん含めて俺だけかもしんないけど、次回の念も込めてね、高梨事務所のセキュリティも甘かったんじゃないかなっていうのは感じるところだったし、もちろんね、盗むやつが一番悪いんだけどさ、事務所って人の人生を預かる場所でもあるし、守備力は高めないとね。だいたいメジャーデビューが決まるくらいだったら銀行の融資も降りるはずだから、まあそれなりの大金も借りられると思うし、警備会社とか監視カメラとか留守番に人員を割くくらいの人件費とか回せる投資はあった気がするけどねっていう話を言ったところで、どうしようもないし、ヒロインはマネージャーの立場でしかないし、お父さん社長がね、どうにかするべきところだったのかなっていう話なんだけれども、まあそもそもね、このアプリ対象年齢4歳以上だからあまりビジネスのリアリティを追いすぎても夢がなくなるというか、仮に4歳にやらせたとしても融資の話はさすがに英才教育としても早すぎるのかなで、ミュージックビデオ始まったね。やりながらだとじっくり見れないんだけど、なんだろう、怪獣みたいなパジャマというかパーカーというか着てるね。でもジェットコースター乗ってるからパジャマではないのかな。うん、どういうコンセプトかわかんないけど可愛い感じだね。で、まあうちはね、4歳向けにやるというか、視聴者層が主に大人女子なので目線としては大人っぽくいこうかなとは思っているんだけれども、あぶねえ、ギリギリだった今フルコンボでなんとか乗り切ったけれども、まあだからいつまで経ってもバズんねえんだよって話は置いておいてね。その分民度の高さと動画の質は保てていると思うし、あとはもう口コミとかで広がってくれることを信じながら時々新しい企画をやったりとかしてね、成長できればと思っているし、このアイドリッシュセブンのメンバーたちと一緒に、視聴者さんたちと一緒に駆け上がっていこうっていう気持ちでやっているので、アルバムツアーのストーリーも等身大で楽しんでいきましょう。ツアーファイナル。まずい、遅刻だ。まずはメッツォサイドの話。なんで起こしてくんねえんだよ。いや、忙しくって余裕なかったんでしょう。僕も眠ってしまったんだ。そしたら乗り過ごしてタクシー捕まえよう。うん、総吾くんはこのメッツォのマネージャーも兼任みたいな感じになってるからね。走った方が早いだろ。タクシーの方が、あ、玉木くん待って。いや、この後に及んで分裂しないで、ピンチの時こそ助け合って大丈夫か、荷物持とうか。お、どうして。よかった、優しく接してくれてる。俺のが体力あるし、あんた最近顔色悪いし。なんだ、気づいてんじゃん平気だよ、大丈夫。完全に無理してるよね。いつも全体のことを考えてくれてるんだけど、自分のことが後回し。俺はバカだから、言わなきゃ分かんねえから。うん、玉木くん、こういう素直なところがいいとこだからね。言ってくれよ、やだとかムカつくとかしんどいとか。腹割って話そうぜってやつねうん、まあこの二人はね、自由すぎるのと真面目すぎるの二人だから、二人足して割ってちょうどいいみたいなところがあって、メッツォとして成立しているところあるからね。あいつら今頃名古屋でうまいもん食ってんだろうなそこに目が行く夜にはきっと食べられ、到着遅くなりそうなんでしょ。でもどうした。
おお、高そうな車。ペカペカだった。見た？そんないい車？そうちゃん、しんどいか？おぶってやろうか？優しい。どうしたんだろう？父さん。あ、今の車が関係してる？東京だ！どこ行っても叫んでる。いつも見てるだろ。事務所も東京でしょ。東京公演でツアーファイナルです。皆さんお疲れ様でした。マネージャーもお疲れ様。新幹線やホテルの手配大変だっただろ。優しい。そういう裏方に気づいてくれる人優秀。汗だくで踊ってる皆さんほどじゃないですよ。レッスンもあるしね。ツアーが終了したら冠番組も始まります。忙しくなるね。もっともっとアイドリッシュセブンがメジャーに。あ、電話だ。すいません、出ますね。あ、そうそう、ヒロインの名前高梨メアリー単純でやらせてもらってます。高橋メアリー純さんとは関係ないからね。はい、高梨です。はい。え、交番？また嫌なニュース。なんか順調に行くとこういうこと起こるよね。あ、何？交番って聞こえなかったか。まあいいニュースではないよね。私たちのレギュラー番組のことです。またポシャるの？わかりました。事務所に戻り次第確認します。一体何があったんですか？レギュラー番組降板になるかもしれないって。順調にはいかないね、いつも。なんで突然。なんか順調に行ききんないよね。いつもなんかいいことあると悪いこと、その交互の連続っていうのが分かってきたよ。アイドリッシュセブン、スポンサーの意向だそうです。スポンサー？この番組の提供はってやつ？うん、俺それ読み上げる仕事したことあるよ。はい、スポーツブランドメーカーがスポンサーだったんですけど、その親会社というかグループ元から直々にアイドリッシュセブンは使うなって。何か恨みでも？あのスポーツブランドのグループ元っていうと。心当たりが？鉄道や自動車、オーディオからピアノまで作ってる、あの FSC グループが直接ですか？結構手広い感じの仕事？その FSC グループ。そんな、どうして？多岐にわたってたね、業種が。どうして俺たちがそんな大企業に睨まれたりするんだ？そうね。うん、最悪の一日。いや、最悪のタイトル。レギュラー降板？それっていいニュース？悪いニュース？いや、わかるだろ。どんだけ頭悪くてもわかるわ。超悪いニュースだよ。ほう。その割にリアクション薄い。もっと悔しがれよ。まあでも忙しすぎるから、まあこのくらいでちょうどいいのかなっていうところもあるしね。体が持つ範囲でっていうところもあるから。ちくしょう、ふざけやがって。極端。タマは素直だな。そうだね、それが良さだよね。玉木君、飛行機に遅れる。早く支度をして。もういつも母ちゃんみたい。今食ってんの？3秒で全部口に入れて行ってきます。いや、ほんと総吾君が心配なんだよな。だからレギュラー番組始まったら総吾君倒れんじゃねえのかと思ってたから。行ってらっしゃい。まあそのね、交番になってしまったってのはもちろん悪いニュースなんだけど。おー、めっちゃ忙しそうです。うん、最近露出が増えてますからね。この雑誌のアンケート見てください。忙しい時は一気に来ちゃうからね。抱かれたい男ランキング、1位八乙女岳、2位綱志龍之介。こんなん前回もだろ。いや、さすがトリガーって感じだね。5位のところです。抱かれたい男ランキング5位、四つ葉玉木は？なんで？いや、すごいね、17歳の若さで5位に食い込んでくるのは。 Oh my god、 なぜ私じゃないですか？日本のレディー、ミステリアスすぎます。まだまだこれからだね。ナギ、落ち着いて。そのポジション狙ってたからね。はあ、わからないもんだな、女の子の感覚って。筋肉はあるからか。まあダンスが得意だし、スポーツが得意っていうのは、まあ若い子には人気出そうな感じあるけど。オッケー、腹筋割ります。割れてなかった？
じゃあ綱氏龍之介みたいにうちのエロ担当は玉木になるのか。将来的にはそうなりそうな感じはあるけどね。これからが楽しみ。未成年がエロ担当でいいのかな。ましてや17歳。やべえ、放課後仕事あるの忘れてた。すっぽかしちゃう。あ、アイドリッシュセブンの玉木だ。雑誌読んだけど妹さん探してるって本当ですか。あ、その話私も読んだよ。頑張って、見つかるといいね。おう、ちょっとどけって、そうちゃんに怒られる。いや、どけは態度が。そうちゃんって呼んでるんだ、かわいい。どけっつってんの。もっと口の聞き方。あの、私妹さんの居場所知ってますよ。お、今から時間ありますか？でもこれ本当に？どうしたんだ玉木くん、生放送なのに。いや、なんかファンが構ってほしくてっていうパターンじゃないの今の。おい、メッツ揃ってないじゃないか。そんなんで大丈夫なのか？まあそもそも仕事を忘れてたって言ってたから、玉木くんにも原因あるとは思うけど。申し訳ありません、すぐに来ると思うんですが。せめて連絡しろ。そんないい加減なことじゃ困るんだよ。最近売れてるからって調子に乗ってるんじゃないのか。そう思われちゃうよね。申し訳ありません。はあ、メッツの大阪さん絞られてる。あのプロデューサーおっかないからな。でも相方どうしたんだ。歌もあるのにそろそろやばいぞ。どこまで行くんだよ、早く教えてほしいんだけど。うん、あとでもよくないっていうところあったけどね、生放送だったらね。そうですね、あの写真撮ってもいいですか。いいよ、早く教えてよ、もう時間が。うん、時間がないのは分かってる。うわ、夢みたい、玉木さんと一緒に写ってる。握手してもらっていいですか。いいよ、ほら、なあ、あのさ、アヤのこと。もうこいつ知らねえだろ。キスしてください、狂ってんもん。いいよ。え、いや、いいのかよ。アヤさんのこと知りたかったらキスして、俺の彼女だってテレビで紹介してください。この緑のリボン覚えたからな。なんでその面。あんたもしかしてアヤを知ってるっつったの嘘だったのか。気づくの遅め。ごめんなさい、前から玉木さんのファンで、玉木さんとお話ししたかったから。一応謝ることはできるんだね。まあでも謝れば済むっていうことではないけどね。でもずっと応援していたんです、デビュー前からずっと。こじれちゃったね。なんでそんなことできんの。え、俺が好きで俺を応援してるっつって、なんで俺を騙したりできんだよ。いや、まあ怒るのもわかるけど、ここでの態度でこのファンはアンチ化しちゃうよきっと。後々怖いよこの緑リボン。キャッ、待ってください。すいません、今来た。間に合ったのこれ。遅いよ、放送終わっちゃったよ。君のせいで今日はめちゃくちゃだ。すいません。まあこれも謝って済む問題ではないしね。一本連絡欲しかったけどね。そうちゃんはあそこでプロデューサーにずっと絞られてる。調子乗ってんなって言われてるよね。ああ、君は行かない方がいい、お説教が長引くだけだから。うん、まあこの辺はスタッフさんも分かってくれてるね。いや、また相互くんのね、負担が増えちゃってっていう展開。誠に申し訳ございませんでした。今後は二度とこんなことがないように厳しく注意して。まあおそらく学校からはもう帰ってますよって、そのあたりの連絡は取ってるはずだろうしね。当然だ、お前らの代わりなんていくらでもいるんだからな。まあそういう風に駒のように扱うような言い方になってるけど、まあこの場面だからこうなっちゃうんだろうね。そんないい加減な態度だから
FSC から NG 食らってレギュラー下ろされるんだよ。超大企業だもんね。いやでもそれまでそういういい加減な態度っていうのは見せてこなかったはずなんだけど。あんな大手企業に嫌われたらこれからやっていけないぞ。スポンサーには逆らえないんだから。まあこれはプロデューサー側からの本音だよね。そこから予算作るわけだからね。そんな、あ、もしかして総合くんがその FSC のところのご子息とかそんな感じ？親に反対されてんのかな、このアイドル活動。失われたもの。いや総合くんこんだけ頑張ってるんだから報われてほしいけど。そんないい加減な態度だからFSC から NG 食らってレギュラー下ろされるんだよ。まあここまで言ってくれるプロデューサーさんって熱い人だし番組に情熱持ってるって感じするから多分いいプロデューサーさんなんだろうなって感じはあるけどね。こうやって怒ってくれるっていう人なかなか少なくなってるしね。あんな大手企業に嫌われたらこれからやっていけないぞ。スポンサーには逆らえないんだから。うん、ちゃんと理屈で怒ってくれるだけね。まあだからこそ総合くんそれが理解できるタイプだから響いちゃうしね。まだかな。やっぱ俺も謝りに行こうかな。まあ行った方がいいような気もするけどね。長引くとしてもなんだろう、ちゃんと理屈で怒ってるタイプだから感情的ではあったけど、行ってそのね説教長引いたとしても行くべきな感じはあるよね。あとフード取った方がいい。あ、来た。あ、そうちゃん、ごめん。本当にごめん。反省してます。ごめんなさい。うん、二人とも家族のことでっていう結果になっちゃったね。そ、多分だけど、その FSC のご子息だとしたらで俺は話してるけどね。聞いてもらえなかった。玉木くんのせいでっていう多分あの落ち込みではないと思うんだよね。うん、俺のせいでその冠番組の、まあ、スポンサーから降りられてしまったっていうところでしょ。うん、総合さんを怒らせた。まあ怒ってはいたと思うけど多分それは2番目に怒ってることだよね。当たり前ですよ、生放送に穴を開けるなんて。これはだいぶ非常識。ごめん、申し訳ございません。はいはい、誠に申し訳ございませんでした。まあこうやって謝るのが事務所の役割だからね。だからこういう事務所が必要というところもあるんだけど。ほらよく見とけ、マネージャーもああして30分以上も電話で謝ってんじゃねえか。まあこれが仮にね、あのマネージャーとかこの事務所をなしでフリーで活動しているってなると自分が直接やんなくちゃいけなくなるから、それでもう次の仕事なくなったりするんだけど、ワンクッションこうやって事務所が挟んでくれることによって、なんかダメだったら他のタレントあてがうことで補填してくれたりとか、そういうのがこの事務所の役目になってくるんだけど、他のタレントさん全然登場しないんだよね、高梨プロダクション。ごめんなさい。まあ少なくともこの男性アイドルはこの事務所にいないらしいからね。何が原因で遅刻した？場合によっちゃ無罪かもしれないだろ。話してみろ。まあ無罪ではないかもしんないね。執行猶予ぐらいかな。女の子に声かけられて。またなんか誤解を生むような切り口で言うね。有罪。仕事中に女性に気を取られる？おう、嘆かわしいです。玉木最低のアイドルです。結構言うね。今のセリフ録音しといていいか。まあ、なぎくんにね後で伝える時があるかもしれないね。あーでもなんかそんな冗談に乗っかれるような状況じゃないね。俺ファンのこと嫌いだ。この言い方もまた何言ってるんだよ。まあでも確かにね、あの緑リボンに関してはなんだろう、ファンとしてというか人として問題があったからね。応援してくれてありがたいなって思ってたけど、うん、今は嫌いだ、大嫌いだ。まあこじれちゃうことはあるけどね、愛って。さすがに聞き逃せねえぞ。お前誰のおかげで歌ってられると思ってるんだ。うん、でもなんだろう、その一人の変な人のせいで
歪んで見えちゃうっていうのは分かんないでもないけどね。100人いて99人がファンで1人がアンチになっちゃったとしても、その1人が気になっちゃうっていうのはありがちだけど。待ってください、四つ葉さん、何かあったんですか？どうしてそんなこと？うん、いつも通り何かの誤解があるはずって思ってくれてる。妹のこと知ってるって声かけられたんだ。だからそっちから言えっていう話だけどね。でもついてったら嘘だった。うん、妹さんに再会するために、妹さんに自分の存在気づいてもらうためにアイドルやってるんだもんね。最初からそう言えよ。相変わらず説明ベタだな。おう、それで生放送遅刻でしたか？いや、遅刻ではなく欠席ね。でもその嘘はちょっときついな。うん、もし天兄が行方不明になったとして、そんなこと言われたら俺でもついていっちゃうと思う。でも連絡は一本入れろって思うけどね。タマ、仕事があるときはそっち優先だ。話が嘘でも本当だったとしても。うん、さすがリーダー。はい、ましてや生放送だしね。それにたった一人に嫌なことされたからって決めつけるようなこと言うな。うん、もっと視野を広くね。みんなが応援してくれたから今の俺たちがいるんだ。わかるな？うん、むしろ大切にしてくれてる人たちを大切にしないとね。はい。そういう事情で遅刻したなら相互も分かってくれるんじゃないか？うん、それを聞く余裕もなさそうだったけどね。でも部屋行ったけど出てくれなかった。蓄積されたストレスが爆発してるんだろうな。というかとどめを刺されたって感じなんじゃないかな。気づかないのかと思ってガンガン扉蹴っても出なかった。自分が台無しにしてしまったのかっていう風に思ってんだろうね。なんで火に油注いでんの？そういうことでもないと思うんだけどね。オッケー、玉木と総合メッツの仲直り作戦です。なんかアイデアあるのか？うん、そこまで言うんだったらね。リップサービス、ゴマスリです。総合褒めてください。レッツライ余計うざがられそうだけど。褒める？まあでもこれを機に玉木くんもまた一つ大人になっていくかもね。そうちゃん、5分前行動好きで偉いな。まず自分がその5分前行動しろだったら。大遅刻やらかしたやつにそんなこと言われた日にゃお兄さんだったらぶん殴っちゃうな。俺もぶん殴るな。嫌味に聞こえるもんね。難しいぜ。ドンマイ、練習しましょう。私を褒めてみてください。レッツライ。ナギ君に総合君役できる？ちょっと陽気すぎる感じするけど。ナギッチは喋り方受ける。いや、どっちとも取れるやつ。お。悪く言ってるようにも聞こえるよ。超受ける。魚でしちゃう感じだよねこれ。私の美貌、優雅さ、才能、すべてスルーで即チョイスですか？OK。 みんなが気づかない魅力言ってあげましたみたいな。それ OK、 受ける。 Shut up。 結局怒らせちゃって。総合さんはおだては通じないんじゃないかな。好きなものプレゼントするとかは？いや、そもそもヒアリングが必要じゃない？あいつ物でも感激しないだろう。あいつの持ってるものさりげなく全部一流品だぜ。やっぱりお坊ちゃま？そうなんだ、全然気づかなかった。じゃあこのカバンももしかして何かもらっちゃった？もらったんですか？かっこいいなって言ったら次の日くれたんだ。キモい。いい、リク、これ10万くらいするやつだぞ。うわ、でもそのくらいのものとかを与えてもらうくらい可愛がってはもらってるってことだよね。え？なのにそのスポンサーから降りるっていう事態、何があったんだろうね。すげえな、相互って金持ちなのか？その感じ全然出してこなかったよねこれまで。でも、もやしは安くてお腹いっぱいになるからいいよねって製品生活されてましたよ。まあでもお金持ちの
人に限ってそういうのの価値って知っていたりするから、教育上はそういう感じなんかな。昔はセレブ、今は貧乏なんでしょうか。だとしたらその10万のカバンポンって渡すのはっていうところだけど。金か。500円で許してくれっかな。いや、お小遣い。おめえはぶん殴られたいのか。ひとまず話し合いの場を設けましょう。うん、でも総吾くん、そんななんか金持ちの家で甘やかされてますって感じではないよね。四葉さんが行って出てもらえないなら七瀬さんが呼んできてください。うん、わかった。玉木もちゃんと謝る準備しておけよ。謝り方大丈夫かな。まずフード外せ。はい。じゃあ様子見てくるな。うん。俺のせいだ、全部この俺とは。相互さんが怒るなんて相当だよな。うん、怒ってて黙ってるんじゃなくて落ち込んで黙ってるんだろうね。でもお金持ちだったのか。いいものもらっちゃったから今度お礼しないと。そういえば前家族を捨てたって。ああ、そんな話言ってたかもね。きっと事情があったんだ。後で聞いてみよう。だからこそ手放したかったのかもしんないね、そのカバンもね。相互さん、相互さん、俺です、リクです。まあカバンあげるような間柄だからね。寝てるのかな。あ、開いてる。失礼します。うん、相互さん。まあいつも慕ってる感じだったからうまく切り口というかね、見つけられるといいけど。倒れてる。あ、そっか、疲労も蓄積していたもんね。相互さん大丈夫ですか。相互さん、返事がない。救急車。いや、大ごと。はあ、2時間も怒られた。胃薬飲んでおこう。いや、胃薬どころじゃない人いるよ。マネージャー。いや、胃薬抱えるようなっていうのもね、十分大変なんだけれども。は、はい。相互さんが部屋で倒れてたんだ。早く救急車を。え、わかりました、すぐに呼びます。いや、余計胃が荒れちゃうね。相互さん、相互さん、救急車来ましたよ。隊員さん、早く病院に運んで。相互さん、しっかりしてください。相互さん、急性胃腸炎。いや、ストレスかな。はい、ストレスが原因じゃないかって。俺もなったことあるけど、どうなんだろうね、このストレス自分でも自覚してないんじゃないかな。まあ俺がそのタイプだからわかるというかね。気持ちでは自覚してないんだけど、体が先にそのストレスに反応しちゃうというかね。ストレス。ただ今回の場合はそのお父様と思われる件、スポンサー降板の件があったからとどめになっちゃったというか。容体は。今は点滴を受けていて、リクさんがついていてくれてます。救急車を呼んだ時も病院に着いてからもリクさんが全部テキパキ指示してくれて頼りになるね。七瀬さん、病院暮らしが長かったっておっしゃってましたからね。ああ、その経験が生きてるんだね。私の責任です。負担をかけていると分かっていたのに相互さんについ甘えてしまって。いや、まあこの点で言うなら社長が悪かったと思うけどね。違う、音春のせいです。俺のせいだ、全部。ああ、このタイトルの俺っていうのは玉木くんのことを指していたんだね。玉木。そうもそうだ、ぶっ倒れる前になんで SOS 出せないんだ。仲間だろうが俺たちは。いや、きっと気持ち的にはストレスって思ってなかったってことだと思うんだよね。相互くん入院しなくていいみたいです。あ、よかった。それは重症化しなかったってことかな。点滴終わったら帰ってこれるそうなので俺が後で迎えに行ってきます。うん、なんか万里さんだから話せることとかもあるんじゃないかな。はあ、よかった。大神さん、よろしくお願いします。相互帰ってきたらみんなで SOS 聞きましょう。うん、だからこの聞く側もうまく質問整理しないと、本人気持ち的には整理できていないと思うので、
まあ難しいとは思うけど、うまくヒアリングしてあげないとね。私たちメンバーです。相互の SOS7 つに分けてみんなで一緒に何とかしましょう。うん、大丈夫です。玉木スマイルスマイル。でもそのスポンサーの件っていうところは本人も自覚してる気がするし、そこをまあどういうアプローチで聞けるかだよね。合わせる顔なんかねえよ。まあ、玉木くんは自分のことを優先してしまったからっていうところはあったからね。あの緑リボンのせいとはいえ、うん、かける言葉がなくなっちゃったね。ごめんねみんな、心配かけて。うん、こういう時も周りに気使っちゃうよね。バカ野郎、いいんだよそんなことは。なんかこのゆるいリーダーだからいいよね。マネージャーもすみません、仕事に穴を開けてしまって。無理なスケジュールを組んだ私が悪いんです。本当にすいません。俺が迷惑ばっかかけちまったから。まあそのストレスの一部にはなっていたと思うけど、でもそこに救われる部分もあったと思うしね。ある程度のいい加減さが総合君には求められていたと思うし。ごめんマジで本当にごめん。そういう時はフード外せ。うん、総合君はそこじゃないんだよって思いあるかもね。玉木、総合さん病み上がりだからさ、またゆっくり話し合おうな。いや、いい機会だから今みんなに話すよ。いや、この切り口玉木くんの心臓ゾワゾワしちゃうよ。多分そういうことじゃないんだよね。そうちゃん、うん、場合によっては僕は辞めるかもしれない。スポンサーの件、うん。というわけでやっと7人でデビューできたところなのに、それゆえのプライベートの問題を処理しきれない忙しさ、メッツォとの両立で肉体的にパンクしてしまったというか、忙しくなれば悩みなんて抱えずに済むっていうのももちろんあるし、うまく使っていきたいライフハックではあるんだけれども、根本的な問題は何も解決できていないわけだからね。後回しになっているだけで、それが急性胃腸炎につながったという話で、総合くんまさかの脱退なんてことはさすがにないと思うけど、いや今更ね、あの頃に戻ってグループ名やっぱり懐石弁当で行きますとはならないもんね。とは言っても芸能界で生き残る以上、大企業との付き合い方は無視できない問題。音春が名誉挽回してくれるんだろうか。俺は個人的にあの張り付いた笑顔に期待しているところもあるけど、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者としてやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。いつもご覧くださっている方やコメントをくださっている方々もありがとうございました。また次回もお待ちしております。